スーパーマリオメーカー。うわやっていきたいと思います。難しいでいきましょう。前回とても難しいだったんで、難しいでいきましょう。さあ、参ろうか。今回はどんなコースに当たるのかな。これ飛ばしたい。これ飛ばしたい。飛ばせない。スターレンの。飛ばせなかった、結局。今日ちょっと左手の調子が悪いんだよな。ずっと左手で iPod 動かしてたから、ちょっと左手の調子が良くない。なんかちょっと違和感がある。なんだ？こういうこと？イカ！ふぁーやー！踏む。伝う。OK。持ってけスタイル。持ってけスタイルに見えるわ。で？あっ！指が動かない。あ、危ねえ。変なとこで死にたくねえな。なんだなんだ、レイカーもいけるぞ、これ。ここら辺かな、こんなもんかな。おっとっと。はい。よし。うわ、あれ乗ってった方がよかったんじゃねえか。はい。はい。はーい。オーケー。上ですね。うん。下にはあれがあった。上。大丈夫。当たりはしないけど。そうか。踏んで降りていいのかな。OK。やべい！想像以上に指が動かない。今日は、やばいな。指縛りかな。やべ。適当に上、一番上来ちゃったけど大丈夫か。乗らずに行ってみるか。うわぁ、よかった。一番下っぽいな。ああ、もういけねえじゃねえか。はい。まあ、ちくわはそんなに速くないからな。よいしょ。イェーイ。ふぅー。バイバーイ。まずはワンステージクリア。攻略組が一人失ってしまったか。フィンガー縛りは、いけるかな？あっはっは。はっは。おぉ。これは？キノコ？これ上行けんだよな。行っちゃおうか。わーない時の、おお。え、これまさか、投稿者用の。まさかそんなことあるまいな。これは上は行けちゃうんですね。ぬるくねえか、これは。これはズルだぞ。ぬるいぞ、これは。いいのか、俺はバンバン使ってっからね、こういうのは。容赦なく、容赦なく使ってっからね。あるものは使え。ないものも使えが自分のモットーだから。いいっすね。勝ったね、これね。やばい、食らった。死ぬ死ぬ死ぬ。危ねえ。神回避があったぞ、今。あ、キノコだ。どうしよう。取っとこうかな。取っとこうかな。出てこないっすね。あれ。下で、あ、来た。取りに行く。オッケー。で、クラウンが下に下ってくるのを待つ。オッケー。いけ！補充できたぞ。キノコマン、キノコマン、キノコマン補充できた。またどうすんか。クッパ。どうすんな、なんていう？オッケーオッケー。上から行きます。だ、クッパだらけだな。でももう降りて大丈夫そう。イエーイ！どういうコースになってたかさっぱりわかんなかったね。コース ID って最初乗ってたよね。皆さんね、普通に。普通に遊んでください。これはちょっと100人マリオではあれですね。投稿者用コースはちょっとしらけちゃうね。ごめんね。でも俺は使うからね、バリバリ。見つけたら使うから。え？危っ。ふぅ。オレイ。ちょっとずれてるよな。ですよね。オッケー。ふふ。ぷよぷよやってる気分なの。いやー、危ねえ危ねえ危ねえ。左手がマジ指がついてこない。今日は神回避、神、ここだ。危ねえ、神回避があった。
死んだと思った。うわ、あぶねえ。死んだと思った今のも。ふう。ここなら大丈夫らしい。死ぬ。怖え。ファイヤー、あぶねえ。怖っ。補給器じゃねえわ。そんな余裕ねえわ。いや、ちょうど見えないし、画面が。ピーで、踏んで、ここに入りますと。ちょっと初見殺し系は無理無理。すぐ左、すぐ左。ファイヤーが落ちてくる。オッケー。どうしようかな。食らって、無敵状態利用して、これ取って、こう。で、クッパをする。いや、せっかくだから倒してやるか。あれ多分ヨッシーだな。多分これヨッシーだね。ですね。で、ガリガリアクションだ。ガリガリアクションか。得意じゃないんだよな。まあでも、お、中間？まだ中間なのか。ガリガリアクションが短くて済んでよかったな。当たらないね。オッケー。当たらない当たらない。当たります。かわせ。頼む頼む。オッケーでっていう。出しときます。あ、ゴール。やったやったー。はなちゃん落ちてきた。よーし、クリアできましたー。ああ、いいですねー。ふふぅ。何コース目だこれ。3コース目か ?4 コース目か。指が痛い。いや、痛いんじゃない。違和感が。あの、筋肉痛になる前の日の筋肉の感じって言えばいいのかな。どんだけ俺左手に負担かけてたんだ。いきます。4ステージ目。お、これは、スリーアップフラグか。あ、低い低い。早めに打つとこ。おぉ、波打ってるな。これめんどくさいぞ。死ぬとめんどくさい。もうこれでクリアしたいね。ちょっと高さ調整します。画面から、マリオが消えちゃうとね、やりづらいから。あ、怖っ。画面外マリオが一番難しいんだよな。画面外マリオはね、うっ！これ想像以上に集中してやんないと死ぬな。意外と喋っちゃいけない案件か、これは。逆に上に上がってくるパタパタは適当に踏んでても。OK！ よし。イエス！攻略組がまた99。もう1コースくらい行ってもいいかな。カットして、あ、でもまあ、ここら辺でやっぱやめとこうかな。はい、じゃあ、このパートは以上。次のパートでまたお会いしましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。